どうも、トラマのこつづきです。この動画では出づらい音を出しやすくする方法ということについてお伝えしていきたいと思います。こちらにも、書いたんですけれども、例えばシのナチュラルの音とかレの音とか、あとはその上の高いファの音とかですね、この辺の音って普通にチューニングベイを吹いてる時よりも、出づらかったりとか、なんか鳴りにくいなとか、音がですね、詰まってるような感覚するなっていう時っていうのがあると思うんですね。で、僕自身も特に、レの音とこのシの音、この音はなかなかですね、音が抜けていく感じがしなくて、すごく苦労したことを、覚えています。どうしたらじゃあこの音をですね、なるべくこうちゃんとチューニングベイとかみたいにある程度響くことができて音が抜けていくようにするかっていう方法を、今回の動画では解説していきたいなと思います。今回のポイントはですね、息のスピード感をチューニングする、息のスピード感をチューニングする、これがポイントになります。で、これを解説する前にですね、各音っていうのは、例えばシだったらシ、レだったらレ、ファだったらファっていうように、各音にはその音を出すために合ったスピード感、息のスピード感とか圧力感というようなものが存在すると僕は思っていて、で、このスピード感がしっかりと捉えられると音がうまくこうポンと鳴ってくれるような感じになります。で、チューニングベイとかですね、結構頻繁に吹いていたりするので慣れやすいんですね。ただこの辺の音っていうのはなかなか慣れにくかったりとか、もともとちょっと慣れにくい音っていうのでもあるんですけれども、そのような状態になっているので、この音が出やすい息のスピード感っていうものをちょっと 見つけていただく必要があるんですね。で、もちろん個人差はあるんですけれども、よく一般的にあるのがですね、例えばこのレの音とかファの音っていうのは曲中でも、メロディーパートとして出てきやすい音だと思うんですね。メロディーだったりとか、あとは目立つような部分で出てくるので、音量の指定記号も、フォルテとかフォルテッシモとか結構大きな音を要求されることが多いと思います。そうなると、大きい音だからしっかりとブレスを吸っていっぱい流そうみたいな、意識になりやすいと思うんですね。で、そうするとこのファとかレが必要としていた息のスピードよりも上に行ってしまって、音がなんか詰まっちゃったりとか、息がなかなか入っていかないような感覚っていうものをなんか味わうことになりやすいです。なので、もちろん音をいっぱい出すとき、音量を出すときにしっかりと吸ってしっかりと流すっていうのはいいんですけれども、息のスピードがちょっと上がりすぎないようにイメージとして息を太く出してあげようとか、あとは少しだけ口のアパーチャーっていうのを開いてあげようっていうようなイメージでもあるんですけど、これを持つと音が適切にですね、なりやすくなってくると思います。ぜひですね、実際に試してみて自分自身が吹いた時になりやすいとか響きやすいなっていう部分をこう少しずつ見つけ出していただけると、今回出した3つのようなですね、なりにくい音っていうのを攻略していけると思いますので、ぜひやってみてください。他にもですね、高い音出せるようになりたいよとか、もっと一発でポンと鳴らせるようになっていきたいっていう方は、動画概要欄にあるオリジナルメソッドの方で、具体的に方法とかをですね、お伝えしているので、使ってみたいよっていう方は、こちらからぜひ受け取ってみてください。今回の動画の内容が面白かったよとか、役に立ったよって方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録の方お願いします。では、この動画はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。